セリヌスは、シケリア南西部にあった古代ギリシアの植民都市で、現在は、セリヌンテと呼ばれている。セリヌス川とコットーネ川に挟まれた場所に立地していた。現在の行政区分では、トラーパニ県カステルベトラーノコムーネの分離集落で、あるトリスカーナディセリヌンテとマリネ・ラディセリヌンテの間にある。遺跡にはアクロポリスを中心いくつかの神殿がある。 これらの神殿のうち、神殿 E と呼ばれるヘラ神殿のみが修復されている。最も繁栄したのは、紀元前408年以前であり、人口は奴隷を除いても3万人程度あった。セリノスは、紀元前409年に一旦破壊され、その後再建されたが、紀元前250年頃に放棄された。アクロポリスから見た、マリネ・ラディ・セリヌンテと、 神殿 E 側面から見た神殿 E 古代都市の平面図セロリの葉が刻印されたセリヌスのドラクマ効果。紀元前515年紀元前470年頃、セリヌスはシケリアにおける最も重要なギリシア都市の一つであり、シケリア島の南西部セリヌス川の河口に位置し、ヒップサス川の西 6.5km にある。歴史家のトゥキディデスによると、 セリヌスは同じ、シケリアのギリシア都市であるメガラヒュブラヤを、母としとし、メガラヒュブラヤ建設の及び100年後に、パミルスという人物の指導のもとに建設され、ギリシア本土のメガラから入植者を受け入れた。建設時期を正確に特定することはできないが、トゥキリデスのことに従えば、紀元前628年頃、ディオドロスはそれより早い紀元前650年、ヒエロニムスは、 紀元前654年としている。この中では、トゥキディデスの説が最も信頼性が高く思われる。セリヌスはそこに自生していた野生のセロリをことにするギリシア語であるセリノンに由来する思われる。このため、効果にはセロリの葉が刻印されていた。セリヌスは、シケリアでは最も西方に位置するギリシア植民都市であり、そのため、シケリア西部のフェニキアジニア、 西北部の先住民と接触を持った。フェニキア人は当初ギリシア人と紛争を起こさなかったが、紀元前580年頃、先住民であるエリミ人の都市であるセゲスタと、領土問題で争うようになった。この時は後に、立派な建設することになるロドスとクニドスが支援した、ため、セゲスタが勝利している。しかしその後も、セリヌスとセゲスタは、対立関係にあった。 ティオドロスは、紀元前454年に、セゲスタとリルバヨンが戦争になったと記述しているが、実際には、セリヌスとの戦争と思われる。セゲスタとの境界とされていたマザルス川は、セリヌスの西方2 5トルに過ぎず、やがてセリヌスは、川の対岸にまで領土を広げ、その河口には、リデと交易拠点を建設した。セリヌスの東側の境界は、 ハリカス川まで広がっており、その河口にはセリヌスの植民都市ミノアが建設されていた。このことからセリヌスが強大な勢力と浮遊を誇っていたことがわかるが、その歴史に関しては詳しいことはわかっていない。他の多くのシケリアのギリシア植民都市と同じく政治形態は加藤政治から選手政治へと移行し、紀元前510年頃にはベータゴラスが 独裁政治を行っていた。しかし、ペータゴラスは、スパルタの王子、ドリエウスのシケリア遠征に随伴していたエウリュレオンに、追放された。その後しばらく、エウリュレオンが町を支配したが、セリヌス市民は反乱し、エウリュレオンを処刑した。シケリアでは、シュラクサイの選手ゲロンの力が強大となっていたが、紀元前480年に、カルタゴのハミルカルが、 シケリアに大軍を率いて遠征すると、セリヌスはこれを支援した。さらには、カルタゴ軍に援軍を派遣することを約束したが、セリヌスからの援軍が到着する前に、カルタゴ軍はゲロンに敗北した。セリヌスが次に歴史に登場するのは、紀元前466年である。先士、トラシュブロスを主落祭から追放するため、セリヌスは他のギリシア都市と協力している。 紀元前416年のアテナイによるシケリア遠征直前のセリヌスに関して、トゥキディデスは浮遊で陸海双方の戦力を保有し、神殿には莫大な財宝が蓄えられていると記載している。また、テオドロスはカルタゴのシケリア遠征の記述の中で、セリヌスが長い間繁栄を謳歌し、多くの人口を有していたと述べている。城壁で囲まれた。 セリヌスの面積はおよぼ100ヘクタールであり、紀元前5世紀の人口は1万4000から19000と推定される。紀元前416年にセリヌスとセゲスタの紛争が再発し、これがアテナイによる大規模なシケリア遠征を引き起こした。セリヌスはシュラクサ祭に支援を求め、また自身でセゲスタを封鎖することも可能であった。しかしセゲスタはアテナイに救援を求めた。 アテナイは、セゲスタ救援のための早急な行動は行わなかったが、その後のセゲスタとの紛争に関する記録はない。一方、アテナイの遠征軍は、紀元前415年にシケリアに到着した。トゥキディテスによれば、将軍の一人であるニキアスは、アテナイ軍をセリノスに向かわせ寛大な条件で降伏させるべきと提案したが、この提案は採用されず、アテナイ軍は、 シュラクサイに向かった。結果として、その後の進展において、セリヌスの演じた役割は小さかった。しかしながら、セリヌスは、シュラクサイに援軍を送ったと言われ、また、紀元前413年春には、シュラクサイで、アテナイと戦うスパルタのギリッポス支援のための、ペロポネソス同盟軍がリビアからセリヌスに向かっていたが、暴風でアフリカ近くに吹き流されたと記述されている。 アテナイ遠征軍の敗北のために、セリヌスは明らかにセゲスタに対して有利となった。問題となっていた両者の紛争地域はセリヌスのものとなった。しかしセリヌスはこれでは満足せず、セゲスタに対する敵対行為を続けていたため、セゲスタは今度はカルタゴに支援を求めた。いくらかの躊躇の後、紀元前410年にカルタゴ軍は、 ハンニバル孫に小規模な軍を与えて、シケリアに送り、セゲスタを支援して、セリヌスに勝利した。その後カルタゴ、セゲスタ、セリヌス及び、シュラクサ祭の間で何回かの交渉が行われたが、セゲスタとセリヌスの和解は失敗した。このため、翌紀元前409年の春、カルタゴは、ハンニバル孫が率いる12万の大軍を、シケリアに送った。 カルタゴ軍はモティア近くに上陸してセリヌスに向かった。セリヌスの住民はこのような大軍の進行を予想しておらず抵抗準備は全くできていなかった。城壁には何カ所も修理していない場所があり、シュラクサイアクラガス、ゲラが約束していた援軍も準備ができておらず間に合わなかった。セリヌス市民は城壁がカルタゴ軍に突破された後でも それぞれの家を守って戦った。しかし圧倒的なカルタゴ軍に抵抗しても望みはなく、10日の工場戦の後にセリヌスは陥落し、防御側はほとんどが戦死した。資料によると1万6千のセリヌス市民が殺され、5千が捕虜となり、2600のみがエンペディオンに引き入られてアクラガスに脱出した。その後、かなりの数の生存者や逃亡者が、 シュラクサ祭を追放されていたヘルモクラテスの下に集まり、セリノスのアクロポリスの城壁を修復して、そこを根拠とし、カルタゴ領に、たびたび襲撃を行った。これを鎮圧するために、紀元前406年に、ハンニバル孫は三度目の遠征を実施し、セリノスの城壁を完全に破壊した。しかし、生存者に対しては、カルタゴの俗領となるという条件で、 セリヌスに居住することを認めた。かなりの数の市民がこの条件を受け入れ、翌紀元前405年にカルタゴとシュラクサイの選手、ディオニュシオス一世の間で締結された、講和条約で正式なものとなった。紀元前397年にセリヌスは再び、歴史に登場する。ディオニュシオスがカルタゴとの戦争を再開すると、セリヌスはこれを支援したが、 紀元前383年の平和条約では、再びカルタゴの支配となることが決められた。ディオニュシオスは死の直前にもセリヌスを再度征服するが、その後すぐにカルタゴの支配が復活している。紀元前383年の条約では、ハリカス川がシケリアのカルタゴ領の同担とされたが、紀元前314年のアガトクレストカルタゴの条約でも、 ハリカス川が境界とされている。このカルタゴとシュラクサイの最後の条約でも、セリヌスは、ヘラクレアとヒメラと共に、以前と同様にカルタゴに従属することになった。しかしながら、紀元前276年にエピロス・オピュロスがシケリアに遠征してくると、ヘラクレアの占領後にセリヌスは、自発的にピュロスの軍に加わった。紀元前264年の第一次ポエに 戦争発生前までにセリヌスは再びカルタゴの支配下となり、その領域ではローマ軍とカルタゴ軍の軍事行動が何度も行われた。しかし、紀元前250年頃からカルタゴ軍は撤退を開始し、防御拠点を少数の都市に絞ったため、セリヌスの住民はビルバイオンに移されて街は破壊された。 その後セリヌスが再建されなかったのは事実と思われるが、ダイプリニウスは、セリヌスオピズムという名前で、彼の時代にも町が存在していたかのような記述を、している。しかしストラボンは破棄された都市と分類しており、プトレマイオスは、セリヌス側の名前は記しているものの、都市としてのセリヌスの記述はない。釈家にある温泉であるテルマイセリヌンティアへは、紀元前後世紀に、 セリヌスの温泉地として建設された。セリヌスから3 0トルの距離にあり、ローマ時代にも頻繁に訪れられていたようである。泉質は洋泉であり、ローマ時代にも医学的価値が高く評価されていた。後にはアクアラボです。またはラルボですと呼ばれ、アントニウスの旅程表のポイティンガーズにも記載されている。東側の丘から見た。 セリヌスのアクロポリスセリヌスの遺跡は海に面しており、西にもディオーネ川、東に川の名残であるコットーネ溝がある。町の東西には高地があり、それをつなぐ南部に町が建設されているため、町自体も標高48メートルと周囲より高い。海に隣接する町の南側にはアクロポリスがあり、二つの大通りの交差点と多くの神殿がある。町の北側、 すなわち内陸側には住居とヒッポダモス式の都市計画に従ってアクロポリスと2カ所のネクロポリスが作られている。他の重要な遺跡が町の東西の高地にもある。東側の高地の現代のマリネッラの北側には3つの神殿及びネクロポリスがある。西側の高地にはセリヌスの最も古い時代の遺跡であるモロフォロスの聖域とアルカイク式のネクロポリスがある。 二つの川の河口にはそれぞれ港があった。現代の考古学公園地域は約40ヘクタールあり、以下の地域に分かれているセリヌスのアクロポリス。手前は神殿 A、B 及び O の後部。奥はテンプル C の列中。アクロポリスは白色石灰岩の大地で、南側は海に面した50メートル近い崖である。 南側の幅は300メートル以上あるが、北側は幅140メートル程度まで狭くなり、全体として大形状である高さ11メートル程度の支持壁で覆われ、さらに城壁で囲まれている。城壁は外部を四角に切断した石で、内部は自然石で作られている。かつては6箇所の東や倉と4つの門があった。北部には、 紀元前4世紀初めに作られた3階建ての長い通路からなる大規模な要塞建造物がある。この要塞はアクロポリスの北面すべてを覆っている。アクロポリスに入り口にはポルックスの塔があるが、これは16世紀にバルバリア海賊を阻止するために古代の塔、または灯台の上に作られたものである。アクロポリスの道路街は、 都市計画によって直行する日本の大通りで4つの区域に分けられている。南北の道路の長さは425メートル、東西の道路の長さは338メートルである。32メートルごとに幅5メートルの小さな道路が作られている。この都市計画は紀元前4世紀に遡るものである。複数の祭壇と小さな聖域は 植民地が建設された時のものであり、その50年後により大きく、高級的な神殿に置き換えられた。最初の祭壇は、神殿 C 及び B の近くにあり、メガロンと呼ばれている。神殿王の正面には、紀元前409年の征服後に、カルタゴのイケニエ祭壇が作られている。カラズミレンガで作られた部屋で部屋で構成されており、灰が入った花瓶やカルタゴ式の、 巨雷型アンホラが堆積していた。アクロポリスの丘の上にはいくつかの通り屋敷神殿が建っている。神殿 A の平面図神殿 A、カルタゴの谷戸神の象徴が描かれたモザイク神殿ート神殿 A は岩盤の基礎と紀元前490年から460年の間に建設された祭壇以外はほとんど残っていない。両者の構造は全く同一で、 東側の丘にある神殿、E とも類似している。ペリスタイルは幅16.2メートル、長さ40.2メートルで、6X14 本の柱で、屋根が支えられていた。内部には、プロナオスとナオスがあった。ナオスは、プロナオスから一段高くなっており、ナオスにはさらに一段高くなったアリトンがあった。神殿 A のナオスとプロナオスの間の壁には、2箇所の 螺旋階段があり、上部のギャラリーに行けるようになっていた。神殿 A のプロナオスは、モザイクとなっており、フェニキアの神である、谷と女神の象徴、ケイルケイウォン、太陽、クラウン、ブクラニウムが描かれており、カルタゴ時代の宗教的あるいは家庭的施設からの再利用が示唆される。神殿王はポセイドンあるいはアーテーナーに捧げられたものと思われる。神殿 A はディオスクーロイ、 または、アポロ神殿である。神殿 A の34メートル東側には、アクロポリスへの堂々とした入り口が残っている。入り口は、T 型のフロアプランを持ったプロピュラーや形式で 5X12 の円柱配列からなる、ペリスタイルを持つ 13X5.6 メートルの長方形と 6.78X7.25 メートルの長方形の部屋で構成されている。 東西に走る大通りを挟んで、最初の聖域とその北側に2番目の聖域がある。神殿 C の南側には、紀元前580年から紀元前570年頃に建設された17.65、X5.5 メートルの祭壇がある。アルカイック形式のメガロンはおそらく赤身に捧げることを意図したものであろう。プロナオスはなく、東端の入り口は直接、 直すにつながっている。後部には正方形のアリトンがあり、後日にはさらに第三の部屋が追加された。祭壇はデーメーテールに捧げられたものと思われる。神殿 B の平面図と正方形の祭壇祭壇の右横にはヘレニズム機の神殿 B が立つ。神殿は8 4 x 4 6メートルと小さく、状態も悪い。この神殿はプロスタイルのポルチコを持ち、 柱は4本で9段の階段があり、その奥にプロナオスとナオスがある。1824年にはまだ多色のスタッコが明瞭に死人できた。おそらくは紀元前250年前後に建設されたもので、セリヌスが放棄される直前のものである。紀元前409年にセリヌスは一旦破壊され、その後再建されてはいるが、この神殿はその間に建設された。 唯一の宗教施設である。その目的は曖昧である。以前には、セリノスの湿地帯を資材を投げ打って改良したエンペドクレスのヘローンと信じられていたが、現在では建設時期からその説は否定されている。現在では、ヘレニズムの影響を受けたカルタゴの宗教、おそらくはデメテルかアスクレーピオスへシムンの神殿と推定されている。 神殿 C 神殿 C の平面図神殿 C は、この地区では最も古く、紀元前550年に建設されたものである。1925年から27年にかけて、北側の17本の円柱のうち14本が、エンタブラチュアの一部と共に再建されている。24X63.7 メートルのペリスタイルと 6X17 の円柱配列を持つ。 階段を8段のボルト2列目の柱を持つポルチコに達し、プロナオスにつながる。その背後には、ナオスとアディトンが細長い単一の構造体として設けられている。これは、基本的には、東の丘の神殿 F と同じフロアプランである。典型的な道理屋式神殿からいくつかの実験的、試みあるいは変更が行われているが、それらは後には、 標準的なものとなっている。円柱は太くて巨大であり、エンタシスはなく、円柱の溝の数にはバリエーションがあり、柱の幅も変わり、四隅の円柱は他のものより直径が大きい、等である。この神殿から発見された遺物には、コーニスの装飾に使われていた赤、茶色、紫の多色テラコッタの一部、ペディメントを飾っていた、高さ2.5メートルのゴレゴンの頭。 ゴルゴンを倒すペルセウスを意味する三つのメトープ、ケールコプスを捉えた、ヘラクレス、アポローンのカドリーガの正面図、などがある。これらはすべてパレールモの考古学博物館に展示されている。碑文からすべてアポローンのもの、あるいはヘラクレスに捧げられた数百の印象が発見されていることから、神殿 C はおそらく収蔵庫として使われていたと思われる。 神殿 C の東には長方形の大祭壇があり、基礎と何段かの階段が残っている。その後に、ヘレニズム期のアゴラがある。少し離れたところに、ドーリア式ポルティコに接して、アクロポリスの支持壁の一部を見下ろすイエットテラスの遺跡がある神殿 D の平面図次の神殿 D は、紀元前540年に建設されている。西面は南北に走る大通りに面している。 ペリスタイルは24メートル X56 メートルで、6X13 本の円柱配列を持つ。プロナオスはインアンティス形式で、細長いな、オスがあり、一番奥にアディトンがある。神殿 D は神殿 C より標準化されているが、円柱間の長さ及びその直径が一定でないこと、円柱に溝の数などアルカイック様式の特徴もある。神殿 C と同様に、 ナオストペリスタイルの舗装には多数の円形、または四角形のくぼみがあるが、これらの目的は不明である。その碑文から、神殿 D は丁寧に捧げられたものと思われるが、アプロディーテイの可能性もある。外部の大きな祭壇の向きは、神殿の軸とは一致しておらずが、南西の角にずれて位置している。このことから、かつては同じ場所に古い神殿が違う向きで立っていたことを、 示唆している。大牛に乗るエウローペー神殿 Y のメトープ神殿デイの東には小さな祭壇があり、これはアルカイック形式の神殿 Y の地下室の正面に当たる。復元されたメトープは高さ84センチメートルで紀元前570年に遡ることができると思われる。それはシャガンダスフィンクス、デルフォイ三神の正面図、大牛に乗るエウローペーを描写したものである。 残り二つのメトープは、紀元前560年頃のもので、ヘルモクラテスが城壁を修復した際に利用したもので、ある。それらは、デーメーテールとコーレ麗が乗る四頭立ての戦車と、エレウシスの蜜木と三人の女性。これらも、パレルモの考古学博物館に保管されている。神殿 C と神殿 D の間には、ギリシアカルタゴ時代の石材を再利用した5世紀の、 ビサンチン村の廃墟がある。いくつかの家が、神殿 C の倒れた円柱に押し潰されていることから、セリノスの神殿を破壊した地震が中世に発生したことがわかる。アクロポリス北部には、南北に走る大通りを挟んで2つの区域があるが、紀元前409年の破壊後に、ヘルモクラテスが修復している。家は大きくなく、回収した材料で建てられている。 十字架が刻まれているものもあり、後にキリスト教の建物として使用されたか、あるいはキリスト教徒が住んでいた可能性がある。アクロポリスの最北端には、アクロポリス防衛のために壮大な要塞建造物がある。アクロポリスの城壁に並行して3階建ての長いギャラリーが建設されていた。ギャラリーには多数の弓狭間があり、アーチ天井の連絡通路を通って兵は直ちに、 移動できる。さらには防衛用の深い空堀がある。ギャラリーの生誕、東端には半円形の塔がある。北側の塔の外側には東西に走る残壕への入り口がある。要塞建造物のほんの一部のみが旧市街に属しているが、これは主に紀元前4世紀のヘルモクラテスの修復と紀元前3世紀の修復の際のものである。 神殿の建材が要塞に再利用されていることから、紀元前409年にセリノスが破壊された際に、いくつかの神殿も破壊されたことを示している。アクロポリスの北側のマヌッツァ丘の現代の道路は、巨大な台形をした古代のアゴラの境界をめぐっていると思われる。全体が住局一気でヒッポダモス式の都市計画に従っており、アクロポリスの向きと比較すると、 やや傾いている。インスラは1 9 0 x 3 2ルと南北に細長く、もともとは壁で囲まれていた。この地域の系統的な発掘は行われていないが、何回かの試屈の結果、セリヌスの建設時点から住居地域として使われており、すなわち町の規模が後日に拡大したものではないことが確認された。紀元前409年のセリヌスの破壊後、 この区域に再入植は行われなかった。ヘルモクラテスの支持者たちも、より防御しやすいアクロポリスにのみ居住していた。1985年に丘の上で、業界岩の構造物が発見されたが、紀元前5世紀の公共建築物と思われる。居住区域を越えたさらに北側には、ネクロポリスが2箇所ある。マヌッザとより古いものが、ガレラ・バグリアッツオにある。 セリヌスの東の丘東の丘には3つの神殿がある。これらの神殿は同じ地域にあり、かつ南北に並んで建てられてはいるが、神殿 E と神殿 F の間は壁で隔てられているため、一つの聖域内の神殿複合体ではないと思われる。この神殿複合体は、セリヌスの母都市であるメガラのアクロポリスの西側斜面と極めて類似性が高く、 これらの神殿が誰に捧げられたものかを推定することができる。神殿 E。ヘラ神殿とも呼ばれている内部から見た神殿。E 神殿 E はこの3つの中で最も新しく、紀元前460年、紀元前450年頃に建設されており、アクロポリスの神殿 A と神殿 O との類似性が高い。現在の姿は1956年から1959年に、 かけて実施されたアナストリシスの結果である。ペリスタイルは2 5 3 3 x 6 7 8 2ル6 x 1 5本の円柱配置で、外観化粧用のスタッコの跡が多く残っている。神殿の各部屋の高さがそれぞれ変わるという特徴を有している。10段の階段を登ると、東側の入り口がある。インアンティス形式のプロナオスに続き、6段の階段を 登ってナオスに入る。ナオスの背後のアディトンまでにはさらに6段の階段がある。アディトンの背後には壁で隔てられてインアンティス形式のオピストドモスがある。ナオスの壁の髪型の通り屋敷のフリーズには人を描写したメトープがある。顔及び女性の肌が露出した部分は高級な純白のパリアン大理石で作られており、残りの部位は地元産の石材が使われている。 メトープのうち四つが復元されている、アマゾーンの女王、アンティオペを倒すヘラクレス、ヘーラーとゼウスの婚姻、アルテミスの両犬に襲われる悪オ音、ギガントマキアーでエンケラドスを倒すアテーナーである。小さな破片が見つかっているものは、アポローンとダプネーと推定されている。これらはパレルモの考古学博物館に保管されている。近年をシンデニの内部及び、 地下の敷屈の結果から、以前には二つの神聖な建物があり、その一つは、紀元前510年に破壊されたことが判明した。奉納された石碑の碑文から神殿 E はヘラに捧げられたものとわかるが、何人かの学者は、構造的な類似性からアプロディーテの神殿と推定している。東の丘、前が神殿界、後ろが修復された神殿 E 神殿 F の、 平面図神殿 F は最も古く最も小さな神殿で紀元前550年から紀元前540年の間に神殿 C をモデルとして建てられた。3つの神殿の中では最もひどく略奪されている。ペリスタイルは 24.243X61.83 メートル 6X14 の円柱配置で円柱の間のスペースに一種の遮蔽物がありそこに 月け柱と台はお有する、偽のドアが描かれている。実際の入り口は東端にある。この遮蔽物の目的は不明である、ギリシア神殿の中では珍しい。封建物を守り、特定の儀式を意図しない人物から見られないように、するためのものではないかと考える者も,もいる。内側には、円柱の第二列が立つポルチコと、プロナオス、ナオス、 アディトンが細い単一の構造物の中にある。東側では、後期アルカイック形式のメトープが1823年の発掘で発見されている。アテーナー、またはディオニソスが二人の巨人を倒すところが描写されている。現在ではこのメトープはパレルモの州立考古学博物館に保管されている。学者は、神殿 F をアテーナーもしくはディオニソスに捧げられた。 ものと考えている。神殿 G の古い写真神殿 G の平面図神殿 G、ルーフスディラ・ラベキア神殿 G は、セリノスで最も大きな神殿で、キリシア世界の中でも最も大きな神殿の一つである。紀元前530年から建設が始まり、紀元前409年時点でもまだ建設途中であった。いくつかの円柱には溝がなく、 10km 離れたキャベティクーサに同じサイズの円柱の一部が転がっている。運搬途中の神殿 G の円柱の一部現在は瓦礫となっているが、本来は 8X17 の円柱配置のペリスタイルで1832年に修復された一本の円柱身が立っている。この柱はシチリア語でルーフス・ディ・ラベキアと呼ばれている。プロナオスは 前面に4本の円柱を並べたプロステュロス形式である。ナオスは最後部が付け柱となった安泰で仕切られており、プロナオスからは前面3箇所の扉で出入りする。ナオスは非常に大きく上部は開放されており、3本の廊下で分けられていた。両側は各階が10本の細い支柱で支えられた3階建ての屋根付きギャラリーで、 天井室につながる二つの平行した階段があった。中央の廊下には屋根がなかったと思われる。中央廊下の後部にはアディトンがあり、壁で直すと仕切られている。アディトン内部からは傷ついたあるいは品種の巨人の胴体とセリヌスの大テーブルとして知られる重要な碑文が発見されている。後部にはインアンティス形式のオピストドモスがあり、 直すからは直接出入りできないようになっている。遺跡の中で特に注目すべきは、スタッコで化粧された何本かの完成した円柱と、側部に、低鉄型の溝を持ったエンタブラチュアのブロックである。この溝にロープをかけて、エンタブラチュアを引き上げた。神殿 G は、都市の宝物庫として機能し、碑文からは、アポローンに捧げられたものと思われるが、最近の研究では、 ゼウスの神殿とも示唆されている。丘のふもと骨董根川の河口には東港があり、内部の幅は600メートル以上でアクロポリスを守る防波堤があったと思われる。紀元前4世紀及び3世紀に拡張され、また南北向きの不団が作られた。セリヌスの2つの港は現在では堆積してしまっているが、セリヌス川川口の西港が 主力の港であった。城壁の外側の広い弾球には、貿易、商業及び港湾管理専門の区域があった。現在のマリネ・ラ村の北部には、ブッァのネクロポリスがある。アクロポリスからモディーネ川に沿って、西の丘に向かう道がある。マロフォロスの聖域の平面図マロフォロスの、メガロンヘカテイ神殿長い用水路、ガッケラ丘の上には、 1874年から1915年にかけて発掘された工場の女神デメテールに捧げられた非常に古い聖域があり、現在でも上空からのデソの痕跡がはっきりと確認できる。この複合体の保存状態は様々であるが、紀元前6世紀に丘の斜面に建造されており、おそらくはマニカルンガのネクロポリスが作られる以前には、 葬儀場所として用いられていたと思われる。当初、この場所には建物はなく宗教儀式の祭壇として使用された広場であった。その後神殿が建てられ、周囲を高い壁で囲って聖域に転換された。テメノスは6 0 x 5 0ルの長方形の壁で囲われた領域で、東側にインアンティス形式の長方形のプロピュライアがあり、 そこから内部に入るようになっていた。プロピュライアの北側、壁の外側には壁に沿って巡礼者のための椅子がある。長い屋根付きポルチコがあった。テメノス内部には中央に大きな祭壇があり、その上には生贄の骨等の灰が高く積み上がっていた。テメノスの奥側にはメガロン形式のデメテール神殿があり、クレピドーマや円柱はないものの、プロナオス、ナオス、 後部に壁岸を持つアディトンを有する。プロナオスの北側には長方形のサービスルームが取り付けられている。神殿の南側には用途不明の正方形および長方形の構造物がある。祭壇と神殿の間には近くの泉から生域に水を供給るための岩を掘った用水路が北側から流れている。用水路と祭壇の間に正方形のくぼみがある。 壁の北側には、後世に建てられた、テメノスの外側と内側が解放された二つの部屋を持つ建造物があり、これが第二の入り口として機能していた。南西方向に拡張部があり、その端には、前歩か一区域の祭壇の残存が認められる。南側の壁は、斜面の地盤沈下に対応するために何度も補修されている。プロピュライアの南側、 すなわちテメノスの南東部には、それと隣接して、ヘカテイ女ン専用のテメノスがあった。このテメノスは、正方形で、入り口近くの東の角に神殿があり、南西の角には、目的不明の舗装された、正方形のスペースがある。北側15メートルには、ゼウス・メリキオス及び、パシクラテイアに捧げられた、別の正方形のテメノスがあり、かなりの異物が残っているが、 紀元前4世紀末に建てられた建造物を正確に推定するのは困難である。周囲を囲む壁と様々な種類の支柱が両側にあり、小規模の院はアンティス形式のプロスタイルを持った神殿が後方にある。この神殿の支柱はドーリア式であるが、エンタブラチアはイオニア式である。テメノスの外部、西側には上部に二人の神が薄く彫られた。 小さな石碑が多くある。それらに沿って灰や放納物が発見されているが、これはギリシアの宗教であるクトニオスとカルタゴの宗教が融合していた証拠である。マローフォロスの聖域からは非常に多くの遺物が発見されているが、それらには神話のシーンが彫刻されたレリーフ、紀元前7世紀から5世紀にかけての約1万2000点の テラコッタ製の奉納用の人形、デメテールとおそらく、タニトと描く、大きな胸像型の航路、大量のコリント式陶器、聖域のの入り口にあるペルセポネへの略奪を描いた、レリーフ、塔がありすべてパレルモの博物館に保管されている。キリスト教関連の遺物、特に XP のモノグラムが描かれたランプは、この聖域後に3世紀から5世紀の2、 キリスト教の宗教コミュニティが存在していたことを証明している。ガッケラオカオ、もう少し登ると、マロフォロスの聖域に水を供給していた泉がある。その50メートル下流には、一時は神殿と思われていた建物があり、実際には大きな噴水であった。長方形の建物で、正方形のブロックで建築され、内部には貯水槽があり、支柱のあるポルチコが、 地上から4段高くなった土水部分を覆っており、前方には大きな舗装部分があった。発見された建築用テラコッタから建物は紀元前6世紀半ばの通り屋式のもの出ると思われる。アマゾン温泉層を描いたメトープの破片が付近で発見されているが、これはこの建物のものではない。この建物のメトープはもっと小さくフラットである。 聖域から数百メートル離れたところに別のメガロンが最近発掘されている。セリノスのエフォーベセリノスの周辺にはいくつかのネクロポリスが確認されている。キャベディクーサ、神殿 g 用の2個の円柱ブロック。まだ岩盤から完全には切り離されていない。キャベディクーサはキャンベロディ・マッツァーラ近くの石灰岩の層で、セリヌスからは13キロメートル離れている。 セリノスの建造物に使われた石材は、ここで切り出された。この石切り場で、最も特徴的なのは、紀元前409年の包囲戦のために突然、作業が中断されたことである。石膏や他の労働者も戦闘に備えるために急にここを離れたため、当時の様子を再現することが可能なだけでなく、 最初の切り込みから輸送を待つ円柱のドラムまで様々な段階の加工途中の石材を見ることができる。円柱のドラムと並んでセリノスの神殿に使用するための中東や立方体に切断した石材もある。すでに切り出されたドラムのうちいくつかは輸送の準備が整っており、またセリノスへの輸送途中に路上に放棄されたものもある。 いくつかの巨大な円柱は明らかに神殿寺院に使うためのものであり、キャベティクーサの西の地域で見つかっている。セリヌスから発掘されたコインは多く、また種類も多様である。最も初期のものは単純にセロリの葉を刻印しただけのものである。やや後期のものはアスクレーピオスに奉納された祭壇に犠牲を捧げるところがデザインされている。この主題は後に、 ティオゲネス・ライルティオスが示唆しているように、セリヌスはその両側を流れる川が作る湿地のために、疾病が流行りやすかったが、エンペドクレスの示唆により、湿地の排水が行われ、この問題が解決されたことと関連している。いくつかのコインには、町の健康に貢献した、セリヌスの川の神が描かれている。ロンドン大学熱帯医学校の文章は、 紀元前466年のセリヌスの恋をもとに、アランジー・ウィオンがデザインしたものである。そこには健康に関連した二人のギリシアの神、アポローンとその妹であるアルテミスが戦車に乗った姿が描かれている。アルテミスが御車を務め、アポローンが矢を射おうとしている。神殿 G の遺跡のパノラマこの記事には、現在パブリックドメインである次の出版物からのテキストが含まれている。 スミス、ウィリアム、エド、サリナント、ディクショナリーオブグリークアンドロマンジオグラフィー、ロンドン、ジョン・マレー。ありがとうございます。